さあ、満月直前斜路に上がってきた魚をクランクウェイトで取っていくね。これでやっていきましょう。タックルはファクトの 66M より、リールは信頼と実績の軽かったコンカスト DC100。 ちなみにこの DC 仕様を取ってます。わかるかな。ドラッグクリッカーを外してます。理由はドラッグクリッカーのせいで巻き心地が悪くなってるから。個体差かなと思うけど、明らかに一定の場所で違和感が出るから外しました。外したら なくなりました。あんなもんいらん。ラインが17ポンドです。で、17ポンドにしてる理由としてはカバークランキングをしていきたいから、まあ、新月直前ということで、まあ、この新月で産卵しようぜっていう個体は、まあ、浅いところに上がっていきましょう。その中で、まあ、カバー絡みとか、まあ、ボトム当てながらとか、そういったこともやっていくことになるでしょうということで、糸は太め、細めにしていいことはない。で、ルアーはイボークの 2.0 です。ネスト確認で、オスの魚も確認。メス君はどこかな。このイボーク 2.0 でトロクレンジ内で勝負するぐらいでちょうどいいと思うんだけどね。まあ、ジグとかワームとかを入れたくなるようなこの景観、あえてクランクを入れていく理由としては、フッキング率っていうのとストライク、リアクションによるストライク率を上げるためね、どうしてもジグワームはそういうリアクションビヘイバー的なやつは薄いからさ、まあ、クランクでリアクションでストライクさせたとしてもフックアップ率が下がりがちなこの時期の魚にトレブルフックで絡めとる。それがすごい大事です、ね。まあ、クランクベイトはね、おかっぱりからだとどうしてもそのポテンシャルをフルに発揮できないので、ボートに乗ってます。特にこのカバークランキングはまさにおかっぱりからやとなかなかねできないんで、一つはどうしても根がかりのリスクが高いからね。で、ボートからやったら、まあ、根がかっても取り行けるっていう、そのアドバンテージが一つ。二つ目は、同じポイントでもコースを変えて攻められる。まあ、それすごいでかいんですよ。だから一点に対してこの方向しかおかっぱりは攻められないけど、ボートからやったらこう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 、もう360だね、最大攻められるということで、やっぱり通すコースが変わればと、狙ってる場所が同じでも反応が変わることは多々ありんごです。ここやべえな、糸がやべえ。こうね、やっぱり俺言ってることとやってることが前と違うとか昔と違うとかっていうのはしょっちゅうありますが、まあ、それは自分なりに考えが変わったりとかアップデートしたりとか、いろんな意味があるんですが、逆に教科書的な内容ではあまり話が変わらないというのもあります。そのうちの一つがクランクベイトでサーチはしないみたいな、そういうこと。巻物の類に入るルアーのクランクだけど、巻物だから広い範囲を探れるかって言ったら全然そんなことなくて、まあ、スピナベチャターがそういう広いエリア、まあ、バズとかねっていうのを探るサーチルアーだとしたら、ピンポイント向けというか、そういった要素で使うのがジグワーム系とするじゃないですか。その下にクランクがある感じだから、ジグワームよりも実は遅いのよ。だからこういうキーのところをジグで打ってたらトン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 で終わるけど、クランクだったら釣れるまでやるとかね。だからクランクだから、カバークランキングとか特にね、なんていうのかな、巻いてるから速いテンポで広いエリアを探れるかって言ったらそうじゃない。そういう意識でカバークランキングやってる人はカバークランキングに釣れないです。ジグワームよりも遅く、でもまあ1投にかかる時間短いよ、当然巻いてんだから。丁寧にやれっていうのはゆっくりやれってことじゃないからね。何度もやれっていうことです。クランクで広い範囲を探るっていうのは、まあ、あんまやんないし、ましてやこの釣りだったら絶対やらない。ジグで釣れない魚をこうクランクで釣るために、クランクベイトをあえてこういうカバーとかに投げ込んでいくのです。効率面では、ああやばい、引っかかった。効率面ではないということ。まあ、この釣りに関しては正直俺そこそこうまいと思ってるんで、自分でやっぱ1にも2にもキャスト精度なんですよね。ここにテクニックがあるとしたら、その意識的な部分、広い範囲を探っていこうぜっていう意識は間違ってるから、その意識はなくしていくね。まあ、そういう意識の部分っていうのはすごくカバークランキングにおいて大事。それ意識してやってんのとやってないんだったらアプローチがまず全然変わってくるから、その意識はすごい大事です。すげえ風になってる。またれ。あとはまあキャスト、狙ったところにルアーを投げ入れられるかどうかっていうのはカバークランキングで釣果を左右する一番の要素ですということです。でやっぱりジグワーム投げんのとクランク投げんのって精度全然違うから、ジグとかだったらとりあえずあの辺に投げときゃいいやっていう感じでなんとかなるんだけどさ、クランクってちょっとずれたら引っかかるんよ、投げた場所がずれたらね。なんか求められる精度がジグワーム系よりはるかにでかいんよね。でかい、求められる精度がね高い。だからね、キャスト上手くて狙ったところにポン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 やれる人でもそれは多分ジグワームないよ。クランクをカバーに投げるっていうのはちょっとね、その上のレベルがないとダメなんよね。それはもう努力ないよ。多分こういう釣りはね、渓流トラウトとかする人がやっぱ一番うまいと思うわ。この釣りがメインでしょ、あの渓流トラウトって。いや偏見だけどね、知らんけど多分こういうことをやってるじゃん。渓流トラウトマンが一番これはうまいと思う。まあ、渓流トラウトからバスに移行する人がいるかは分からんけど、もしくは渓流トラウトマンやってますよみたいな人はカバークランキングがめっちゃうまいんじゃないでしょうか。多分ね、何度も通すことはすごい大事だけど、アクションを変えてやるのもまた大事だからね。だからグリ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 でコンカってもトン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 ってやると来るかもしれないし、スピードを変えてやるとか、あとグリグリターンってなんかにあった瞬間浮かせてやるとか、まあ、そういう小技もしっかり使っていきましょう。巻くだけがクランクじゃないです。ちなみにキャストのコツはもう練習しかないけど、あえて言うんであれば基本の2つを忠実に守ることが近道です。それはこっちにルアーを投げたいなら竿はこう振るんじゃなくて、前にこう振るんじゃなくてこっちに振るね。こっちに振って止めてやることによって竿が曲がるんよね。竿が曲がった時の反発でルアーが前に飛んでいく。だから人間が前に投げようとする力が入んない方が、まあ、入んなければ入んない方というか、ね、精度は上がるんよ。精度にこの腕の力をね投げる瞬間やれるからさ、前に振ろうとする力を入れると投げるところに意識がね向いちゃうから精度下がっちゃう。だからもう前に振らない。もちろん飛ばすためには、あとシャープなキャストをするためにはある程度前に振る力も入れなきゃいけないんだけど、9:1ぐらいの割合で後ろに振る意識をした方が絶対いいです。できれば10ね、10、11だから前に振らない。これすごい大事です。みんなが思ってる150倍ぐらい大事だと思ってください。だから前に振らないと届かないよっていう距離感で勝負しちゃダメなのよね。っていうのと、前に振らないと飛ばないんだよねみたいな竿、硬い竿とか曲がんない竿ね、はもうダメと。2つ目はそのパーミング、必ずワンフィンガーで持ちましょう。でなぜワンフィンガーなのか、1つは手首のスナップが効くっていうのが1つ、2つ目はサミングの時の微調整が効くっていうのが2つ。サミングの時にこの親指の先っぽでスプールを押さえてやることによって微調整ができる。これが2フィンガーとかになると親指の腹でこんな風にスプールを押さえることになるから、ブレーキがねすごい大雑把になる。だから大事、これめちゃくちゃ大事です。特に前後の奥行きとか弾道を決定づけるのはサミングコントロールなんで、そのサミングコントロールを繊細にするためには親指の先でサミングする。でこの親指の先でサミングするためにはワンフィンガーなんですよ。で2フィンガーでも浅く持っちゃいいっていう話するけど、浅く持っても足らんのです。ワンフィンガーでちょっと浅めに持ってようやくこの指先でやれるぐらいなんで、あとねこう親指曲げなきゃいけないから、こういう風に親指を自然な形で指先でやれるのはワンフィンガーだけ。ツーフィンガーとかになってくると精度がどんどん落ちていく。なんやかんや王様理論、キャスティングに関してはあの人本当に王なんで、キャスティング以外はまあ別にっていう話だけど、キャスティングに関してはもう王です。孫うことなきミラクルキャストの申し子ですからね。次元が違うんですよ、キャストうまいって言われてる人の。もうキャスティングだけは脳死で王様の言うこと聞いといた方がいいです。っしゃ、きた。よし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 。おーし。あー、これゲロい。ゲロいぞ、これは。よいしょ。オス。オスです、完璧に。ゲッソゲソ。でも、お前、はたいてなくね。お前ちょっとあれだな、めちゃくちゃ追っかけてきて食ったからさ、 まだはたいてないね。次の満月かオスくんです。もう後ろから追っかけてきて食った。まあ兆候の日も違えば場所も違うんですけど、まあその動画の中ではね、言いたいことはもう言ってるんでいいでしょう。まあ、カワークランキングとは何ぞやみたいな、カワークランキングする上ではどうなんやみたいな話はしたんでいいかな。いいかななんて思ってます。これぐらいで許してください。やってることはただ巻いてちょん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 がちょんってやってってぐらいなんで、そんな難しいことをやってないんですけど、まあ1にも2にもキャストよね。1にキャスト、2にキャスト、3子がキャストで4がキャスト、3子と4って、3子がキャストで4が5がキャストみたいな、何言ってんねんっていう話だけど、事実そうでしょう。でここは水の濁りが入ってるからありがたいよね。やっぱりね、カバー絡みとはいえ水がある程度濁ってくれないと、まあ、厳しいというよりはまあ厳しいか。厳しいかなとは思うんで、むしろこういう水の濁りは大歓迎ですね。まあ水が濁ってくれるとこういうなんか、まあ、ルアーフィッシングらしい、ルアーフィッシングというかね、かっけえバスフィッシングかっけえって言われるようなバスフィッシングがやりやすいんで、まあ、個人的にも非常に助かりもするんですけど、まあ、水がきれいなところはきれいなところでやり方はあるんで、まあ場所に合わせるぐらいの話なんですけどよ、まあ、こういうところにゴシ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 入れていくね。よいしょ。おう。まあそこそこキャストがうまいぐらいだとちょっと難しいかもしれないね。まあキャスト技術を磨いてもろうてということです。じゃあまたどっかで会いましょう。さらばだ。